ピシャニ幻想大陸オーレリア67から69枠目大東ナイト、はい、コンティニュー。2個目さん、3個目さんいらっしゃい。パラレンスの村から。ワコ。4個目さんいらっしゃい。まあ、このね、さびれた村から、こう2人しかいないね、奥さんと旦那さんしか。武器は勝たんだっけ。水剣アリス、寄せ狙い。火災槍、パワーマー。アスカの剣妖精より。さあさあ、どれに出せますか。パーマ勝たんだね、妖精より。オッケー。ワコツンです。幻想大陸で大暴れ。長い槍、持ってるね。アスカの剣と。オッケー。アガドダイモンされちゃい。お城に向かうって言ってましたね、確かね。ライル村いつかまた来てね。また会えるといいわね。感謝します。よし、岩への道。さあ、今度こそ後ろに入れてもらえるんだろうね。アガトダイモンさん、ありがとうございます。レッツゴー。やあ、珍しくシンプルな子供ね。おい、一体何があったんだ。今度は事件様がライルに向かったと思ったら、また慌てて城に帰っていったぜ。あんたら何をやってんだ。さっぱりわからねえや。9個目さえにして、タイトー CD もね、少ないながらも3本出てますね、タイトー CD。はーい、こんにちは。何この人。ガンは祭りの町なのよ。みんなハイにならなきゃね。やあやあやあ、ようこそガンの町へ。この町は全ての旅人を歓迎しますよ。これみんな役やってますね。よし、オッケー。陽気なだけです。侵入者どもめ、ここをどこだと思っている。ビューゲル王国の王宮だぞ。貴様らがザクスのラックスたちだな。ミゲルの敵討ちに来やがったんだな。違うんだよ。はい、11個目さん、12個目さんいらっしゃい。違う違うって言ってたろ。チェンジカール。役って読むんですね。かもしれないですね。まあスーパーシリーズ一応ね、対応してるんで、最初から両対応で開発してたとかね。まあちょっと遅れたんでしょうね。タイトル画面92年って出てなってますからね。出たのは93年でしたけどね。出て。レベル上げようか。あ、回復アイテムってあったっけ。あ、持ってないね。回復アイテムってこれ。今まで。ガンガンあるこれ。
ケーキ。うわっ、チェンジ、ラックスからのマリー、マリーちゃん、オッケー、はーい、あ、効かない、レベルが低いから一撃で死なないな。硬いわね、まったく。和骨です。はい、10万ゴブさんやって。和骨メリア土曜日、黒金さんやって、レベルアップ。スーザーさんにして、カズサトシキさんがあれです。3年ビグミドンパチ先生さんにして、レッド、あ、いけた、森さんが一番最初、メリア3時代になっちゃう。オッケー、バーストさんいらっしゃい。おっとっと、チェンジラックス、ラックスファイヤー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 、しゃがみ剣術使いの男、ラックスファイヤー、しかも魔法も使える。マジックポイントがすごい勢いで回復するのは何かやばい薬を飲んでるからね。いやいや、呼吸を打ち着けるんです。呼吸をね、一呼吸二呼吸落ち着け、落ち着くんだということで、すると回復します。ラックスファイヤー、ラックスファイヤ
ラックスファイヤー、ラックスファイヤー、鬼滅隊なんですか、ラックスファイヤー、ラックスファイヤー、呼吸をする、呼吸を、復讐隊32個目されて、ラックスファイヤー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 、ファイヤーボール、イエス、ラックスファイヤー、重み家に火をつける際に用いるラックスのファイヤー、オッケー、ファイヤー、さっき炎天下でシーツ弁当特売食べたら腹痛くて不動先探してたらここに、いやいやいや、シーツ弁当は美味しい、はい、今日こそ旦那さんにしたい、キリンファイヤーありがとうございます、キリンファイヤー、ダンダダンダダンダダン、ああ、そうですね、稼ぎパーですよ、ラックスが死んだら終わってしまいます、気をつけないと、あと6000、ここでやられたら大変なことになっちゃう。ラックスファイヤー、あ、撃てない。ラックスファイヤー、あと4000、よし、あと3000、あ、いかんいかん、ちょっとあと3000だけど、ここで
無理しちゃいけないね。無理しない。惜しい。色気を出さない。色気出さない。もうね、道具屋さん、道具、あれ道具なかったっけ。何度言おうかの、すべてを忘れて眠るがいいわ。お、もう行きなさるか。薬買っとかないと。なんかおっか、え、これ武器屋だ。ここからファイン。ここからファイン。トローゼの街。え、あ、ほんま、ありがとうございました。メッカ出るね。いらっしゃいませ。ファイナーでもいいような気もするけど、ファイナー行こうというか、ファイナー、ありがとうございます。ありがとうございます。2個買っとくか。ファイン、ありがとうございます。よし。で、これいらないんだっけ。3個。でてれてれてれ、役に立たないんだったらなんかまだコレクションしといていいことがあるか。エッチなことがあるか。何かあるかな。ゴーゴー。よいしょ、ラックジャンプファイヤー。あの2戦Yes. あと1300か。軽減時間もう、まだ入ってね。レベルアップ。あ、出なくなった。お、これで兵士も出なくなったか。一旦回復していきますか。じゃあ
はコレリアです。46個目サインでした。今日はじゃない、こんにちは、お泊まりですか。ごゆっくりお休みください。セーブ。お気をつけて。よし、じゃあビューゼル城に行きましょう。レッツゴー、ビューゲル城。誰もいないでもセリフが聞こえるだけで誰もいない。これで安心して探索できるぜ。王室の扉には鍵がかかっている。2階の王室は鍵がかかっている。地下に行く。何もない。イエス。お、うわ、地下。お宝箱、白銀の斧を手に入れました。てってれってーん。血みどろの良い。なんだこれ。絶対悪いだろ。アフロディの指輪。てってれってーん。影見のピアス。なんかいる。呪われてんのかな。まあ、装備してみるか。血みどろ。あ、絶対これ呪われてるな。アフロディの指輪。下がったね。148になった。アルテミスがいい。ミドルの鎧、絶対これ呪われてるね。あとでいいか。あとなんだっけ。白銀の鎧、50個目先生。あ、斧は違うか。斧は誰も装備できないわね。誰がいる。殺すのか。わしを殺すというのか。事件よ、わしはお前の師匠だぞ。裏切り者のアドルフ、貴様のおかげで一歩間違えばライルの村は全滅だったんだぞ。貴様にこの国の魔法使いを務める資格はない。国の恩を仇で返した代償は死だ。こしゃくなディケン、返り討ちにしてくれる。俺は見てるだけ。けうわギャー。お、あのおっさん倒されたじゃん。つまらんものを見せちまったな。あんたらも知っての通り、あの男は私利私欲のために村を見捨てた。あ、そうだね、竜巻ほっぱら ほったらかしんで逃げたもんね、結局ね。竜巻止めに行かなきゃいけないの。50個目さん、51個目さんでしょ。またつまらぬものを。あんたらには感謝している。止めきれなかった武田信玄、ライルの村を救ってくれた礼に、あんたらの知りたがっていることを教えてやろう。ウィール村を襲ったのは5人の男たち。ザクスのカルロス、ハイリッヒのミゲル、男だらけ、アインザームのドミンゴ、メモにバッファルのビルト、そしてビューゲルからはこの俺さ。あ、あんたですか。君の名前なんて言ったっけ。ディケンだっけ。お前もかい。ディケン、そしてアール国のラックス。ディケン、アール国のラックスだね。そしてラックス、やはりお前も討伐隊員の一人だったんだな。しかし不思議と憎しみはない。ありがたいことだ。
俺はまだ死にたくはない。もう少し教えてくれ。どうしても確かめておきたいことがあるんだ。俺は事件以来一人の男の行方を追っている。その男は俺が兄のように慕っていた人物なんだ。男の名は、そして名はフランツ。ユーデルからはこの俺のものさ、ボロン。事件の時内通者として働いたらしいんだ。ボロンじゃない。ああ、いた。内通者が一人いたな。名前までは覚えてないが、多分そいつだろう。なんてことだ、信じていたのに。ラックさん、まだ決まったわけじゃねえぜ。名前までは覚えてないってことは。近い。そうよ、最後まで信じることを諦めてはいけないわ。そうだな、君たちの言う通りだ。ディケン、他に何か知っていることはないか。俺は一応討伐隊の副隊長だったが、それでフランツだったら余計悲しいやん。真実は何一つ聞かされていないんだ。それじゃあ討伐隊のメンバーは誰一人本当のことを知らずに。いや、いくらなんでも隊長は知っていただろう。その隊長の名はバッファル帝国魔将軍ビルト。魔将軍ビルト、俺たちに勝てる相手かな。そんなことをやってみなければわからないわよ。なんで区切ったのさ。バッファル帝国か。まずはルードビヒ国王陛下に話を聞いてみるか。恐ろしさをアピールじゃないか。ビルトは強いんでしょう。ほら、王室の鍵をやろう。死ぬなよラックス。事件の鍵を手に入れました。てってれってーん。俺があんたらに協力できるのはここまでだ。腐っても俺はビューゲルの副官なんだ。ありがとう。しかし罪もない。俺の幼なじみのあの道具屋の お姉ちゃんを殺したのは絶対に許さんぞ。知らなかったとはいえ、あんなねえ戦闘力のない女の子を手にかけるなんて許さんぞ。言わないのかね。事件の鍵を使いました。ようこそ我が宮殿へ、ラックス君。わしは君らを歓迎するだろう。この城の人々はなぜ俺の名を知っているんだ。ディケンが喋ったんじゃない。さあ、遠慮せずにもっと近くに来たまえ。わしに用があるんだろう。ルードヴィヒ陛下、俺たちのことはすでにご存知のようなので、単刀直入にお伺いしますが、逆賊討伐隊と呼ばれる部隊がウィール村を襲った、この事実についてご説明願いますか。あれは誰のせいでもないだろう。すべての国の魔将軍が関わった。つまりすべての国がその必要性を認めたのだ。そんなバカな。ワニ役を演じさせたらピカイチなラックス。全然筋が通ってねえぞ。わしにとってはどうでもよかったことだが、その結果が好ましゅうないわ。あれから女王は泣きついてくるわ、ミゲルは攻め込んでくるわで、全くろくなことがない。その後で君らだろ。わしももう年だからよ、いい加減客の相手にも疲れてきたわ。俺はただ陛下に討伐隊の発起人を聞きたかったまでなのです。アインザームでは話を聞けず、ザクスハイリッヒにおいては全く何も知らなかったと。陛下、あなたは先ほどウィール村事件を認められた。なぜあなたが知っているのです。討伐隊の発起人はあなたなのですか。
わしが極秘にウィール村を襲わせる理由があるか。ウィール村が全滅して一体わしに何の得がある。それは俺には分かりません。そうだろう。わしもただ他の国と歩調を合わせたまでだ。何の罪もない。罪がないだと？てめえの配下の事件が虐殺行為を認めたんだぞ。そうよ。あんたが発起人でなくても全てを話して謝罪する義務があるわ。貴様らビューゲル国王たるこのわしに向かって何たる礼を失した言葉とかよ。黙っておくつもりだったが教えてやるわ。貴様の祖国ザクスはもうおしまいだ。なんだって？魔将軍のカルロスが反乱を起こしたという情報が入ってきたのだ。反乱はほぼ成功だろうとな。カルロスが現れたのか。カール、マリー、ザクスへ引き返すぞ。うう、はい。どこへ行くバカ者よ。ここまで来てタダで帰れると思ったか。久しぶりだな。俺だよ、俺。え、誰ですか。あー、そっか。前に会った時はミゲルの姿だったんだ、俺。あの偽物か。なあ、セサル、ミゲルって結構強かったよな。お前がいなきゃ危なかったもんな、俺。そのことは言うな。僕はほーら、お前らセサルを怒らせた。覚悟しろよ。おい、やりならやりだ。チェンジカール、てってれって。あ、聞かねえ。これなんだ。待て待て、ミゲルを食べたのか。マーリーちゃん、聞かない。あ、これ負けるよ。どうしよう、どうしよう。あいた、負けたよ。あ、やってくれてくれた。おお、セサル、なんということは。いいか、長きにわたり私のような愚者をおそばに置いてくださってありがとうございました。これより私は自分の意志で生きていきます。なぜだ、何がお前をそこまで。あ、陛下も倒したのこれ。あの日私はあなたの命令に従いミゲル殿を倒しました。しかし本当は戦いたくはなかった。殺したくはなかった。何を言うか、奴の侵略行為は明らかだ。死ぬ間際に。何？ミゲル殿が死ぬ間際に言った言葉が忘れられないのです。私は危うく殺人鬼として死ぬところだったが、これで戦士として死ねると。むむ、私にはあなたを傷つけることはできない。だからただラックス殿のお手伝いを。お、なんだなんだ。ほら、セサルが仲間に加わりました。てってれってーん、なんか出てきた。ビューゲルも終わりだな、ルードビッヒ。バッファル帝国最高司令部元帥レオナルド。あ、参上。レオナルドか。いいところへ来よったぞ。その子供を殺せ。全員殺すのだ。図に乗るな、ルードビッヒ。すでにバッファル帝国はお前を見捨てたのだ。何を言うか、相当がそんなことを言うわけがない。わしと相当は対等に。対等だと、いつの話をしている。三大魔将軍のいない今のお前は牙をなくした老いぼれドラに過ぎん。それでバッファルと対等と言えるか。確かに三大魔将軍は二人もかけてしもうた。だがまだ事件とアドルフがいるわ。お前も知っておるだろう、奴らの実力は。バーカめ、その二人は地下でくたばっていたわ。互いに同士打ちをしてな。なんと。わしはどうなるのだ。
俺が見たとき事件はまだ息があった。これからはあまり出しゃばらんことだな。それからそこの子ぞ、貴様もだ。バッファル帝国か。ザクスを取り戻したらすぐに行くからな。いい度胸だ。楽しみに待っているぞ。トランキウジ。わしは本当に力をなくしてしまったのか。おいぼれどら、おいぼれどれ。あしたのディケン君まだ生きてたよね。あれ、お、ここでチェンジができるね。チェンジセザル、てってれってセザル君は確か2段ジャンプができるよね。あれ2段まだできないっけ。なんか2段ジャンプができたよね。斧が、斧持ってた。あ、グリーン A ってなってる。410。お、落ちた。グリーン A に初期武器の方が強いじゃん。よし、王様始末したりしないんだね。とどめ刺さないんだね。一旦ちょっとトロフで蘇らそう。トライの道。セサルは王様切りつけたのか切りつけてないのかよくわからなかったね。とりあえずあの魔将軍一人は倒したみたいだけど。あ、そうですね、あの親父さんみたい。二段ジャンプはイベントで習得するのかな。なんか二段ジャンプできたような気がする。セサル様か、どうじゃお城の様子は。何事もなしだ。そうか、それは何よりじゃ。いやよ、おもい、本当のこと言わなくていいのかよ。いらぬ心配をかけるだけだ。ねえねえ、お兄ちゃんってどこ行くの、どこ行くの。中国に帰るんだ。軽く泣かしたわね。いやいやいや、テレレレスポンポン。こっから活躍しますよ、ラックスは。あ、そうだ、今セーブしたから。ちょっとチミドロの鎧280。あら、普通に上がった。呪われてない。普通に呪われてないね。チミドロだけど。360。なんかあれだけど、109個されちゃう。シミドロの夜いいのか。聖剣人におる気になったかな。私の町はいつでも開いてるからよろしく頼むよ。え、セサル様ですか。いや、どうしましょう。あら、セサル様、まさかね。くあら、キャー、セサル様だわ。トカヘアシティボーイのセサル様。トカヘアシティボーイなの。あれ、あんたセサル様に似てるな。もしかしてファンなのかい。ん、聞いてください、セサル様。白い巨人が、白い巨人が天命だったのだろう。で、セサル様、お出かけでございますが、失礼ですが、どちらまで。ザクスへ。ザクスへ、また武器売ってるかな。とりあえずブリーのものはいらない。セサル様大勢のレモン系。あ、65,535でいっぱいだっけ。てれ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 。よし、じゃあここから戻るんだ。ハイリヒ国に戻って、それからザクス国か。門を開けてくれ。かしこまりました、セサル様。どうぞお気をつけて行ってらっしゃいませ。てんてってんてん、てけてけてん。ロンリーソルジャーフランツ。パチパチパチ、ありがとう。フランツってなんか牛みたいな人なの。人間かと思ってたけど。よし、王族は力を得、放り込め。後の雑魚は皆殺しにしろ。カルロス殿。いや、これはカルロスか。これ違う。これはバイセン様。まさかあなただとは思いませんで。これはあれか、反乱を起こしたやつか。
情報ではウィール村の生き残りがいるらしい。はあ、しかしその程度のことでわざわざあなた様がお越しになることもないんじゃ。その程度だと、そいつらはグレゴリーを倒しセサルを味方につけているのだぞ。セサルをですか？なんでまた奴が。俺は知らん。分かっていることは奴らがここに向かっているということだ。それであなたが。しかしセサルがいるとなるとまずいですね。あの男は。そうだ、あの男がいる限り奴らがどんなに強い力を持っていても大丈夫ですよ。どうしてだ。なぜならあの男もウィール村の生き残りだからです。おう、元奴らの仲間ってわけか。貴様、名は？フランツ。フランツ、お前なら知っているだろう。奴らが一番尊敬していた人物を。ああ、そうか。ならばその人物のイメージを頭に思い描いてくれ。なぜそんなことを。俺の脳にそやつのイメージを映すのだ。バッファル魔将軍、バイセンの特殊能力マインドチェンジを見せてやろう。なんだって。イメージしろ。フィフズシーン。なんじゃそりゃ。イメージしろ。イメージしろ。よし、会場方面で今滝町、ちょっと待ちよるか。おや、また何か事件でもありましたか。俺の国で反乱があったそうなんだ。なんと、それは全く知りませんでした。いや、本当に大変なことだ。あ、武器変わったね。浅いよ。まあ、ちょっとまだザクスに行ったらまたいいのがあるかもしれないね。また来てくれよ。陛下には相談されましたか。きっと力になってくれると思いますよ。はい、じゃあ一応陛下に会ってくる。妖精の鎧、パワーパーの方がいいけど。いや、お元気ですか。森にようやく虎が帰ってきましたの。よかった。お、虎帰ってきた。あら、ラックスさんでしょ。名前覚えちゃったわ。じゃあ、もう一度行きましょう。あ、虎さん。あ、同じこと言ってる。よかった。失われし記憶に最後の望みはだ。前と違うっけ言ってること。さっきちょっとお拾いでちょっと陛下に挨拶していこう。名前覚えられてしまいましたね。名前覚えられましたね。ようこそ拝礼史上へ。今将軍たちは出かけておりますが、陛下はおられますので。なんだ、まだ何も言ってませんよ。覚えない。いや覚えた方がいい。セサルを仲間にしよったが、お主らもやるの。よいか、4人の力を一つに合わせるのじゃ。と言っても合体しろという意味ではないぞ。心を合わせるのよ。戦う時は1人かもしれんが、心は4人で戦っておる。4人が同じ意志を持ち、同じ怒りに震え、同じ涙を流す。さすればお主らの行く手には一筋の不安もなくなることじゃろうで。テレーゼとソフィーか。あやつらは血とした野暮用でな。アインザームへ出かけておるわ。アルトゥール陛下、お久しぶりです。皆さん無事で何よりです。セサルさん、よく気づいてくれましたね。日本神合体ダンクーガというのはワンダさんが例です。しかし私はこの手でミゲル殿過ぎたことですよ。大切なのはこれからの生き方ですね。ワンダさんいらっしゃい。さっきの無前さん。ところで陛下、俺たちが戻ってきたのはザクスで新たな事件が起こったからなのです。行方不明だったカルロスが現れ、ダンエル王に反旗を翻し、現在も交戦中だと。カルロスが。それは一大事ですね。
私たちもお手伝いできればよいのですが。何かあったんですか？ええ、ドミンゴとグレゴリーがいないことを機にバッファルがアインザームへ侵攻したのです。ドミニク一人では危ないでしょうから、私のところからテレーゼとソフィーを向かわせたのです。それはともかく、あなたたちは国へ急いだ方が良いでしょう。ダンエル国王夫妻が無事であれば良いのですが。よし、じゃあとりあえず心配しないでください。ミゲル様のことであなたを恨んではいません。ミゲル様は最高に立派な死に方をしたのですから、私もあの方のように生きていきたい。よし、イタルザクスコーク。あなたがラックスさんでしたが、失礼しました。どうぞお取りください。よし、久しぶりにザクスに戻った。非常事態が発生した。ハイリッヒへの避難のため一時通行自由になっている。一時通行封鎖じゃないな、通行自由になってる。ねえ、ミゲルめっちゃ好きだったんですね。もうみんなに愛されていた。あなたはラックスさんですね。よくザクスへ帰ってきてくださいました。ヨシベイさんいらっしゃい。私が城を離れてここであなたをお待ちしていたのには重大な訳があるのです。カルロス将軍の反乱と同時にフェミオス海に怪獣が出没するようになったんです。その怪獣は洪水を起こしてザクスを海の底に沈めようとしているのです。カルロス将軍の反乱と怪獣の洪水とに何らかの結びつきがあるかどうかは分かりません。しかし結果として城は孤立し、全くの野放し状態になってしまったのです。怪獣討伐の船がもうすぐケビンから出ます。どうか力を貸してください。私はもうダメです。最後にあなたに伝えることができて本当によかった。あ、亡くなった。なんで、でも、あ、もう城行けないな。じゃあケビンに行くしかない。ゴジラでも呼び出したのですかね。何が、この洪水で住民どもは皆主に避難しよったぞ。それに今神聖なる祈りの最中じゃ邪魔せんでくれ。猫の子一匹ない、全くの無人だな。あ、じゃあ先に主に行って装備を整えてくるか。お金がマックスだしな。これは怪獣だからね、怪獣、海の獣。ウィール村行けるね。じいがケミに残ったままじゃ、あのバカ息子といい親子揃ってバカ者よ。わしの息子は、いやよそ、あんたに話しても仕方のないことじゃ。あんな事故さえなければの。セーブ。オッケー。城でカルロスめが反乱を起こしたのは知っておろう。やつめ何をちまよったか。しかし助けに行こうにもこの洪水じゃ。ザクス城は今完全に孤立した状態なんじゃ。洪水を起こしておるのはフェビオス海に現れた怪獣の仕業じゃ。行け若者よ。ラックス君、ねえ、アンナさんとフランツさんは見つからなかったの？アンナさんは混乱の町で死にました。あなたは？アンナさんを手当てしてくれたフォンランのマリーだ。今は俺と共に戦ってくれている。そう、亡くなってしまったの。ひょっとしてフランツさんも？いや、フランツさんはまだ見つかっていない。多分生きているとは思うが。そうよ、きっと生きているに決まってるわよ。早くフランツさんに会えるといいわね。お、支援の者が来た。今4000、セザルさん。イエス、ありがとう。お、精霊のやり方。あ、全員装備できる。うわー、もう息をかなくなった。6万。もうちょっとお金持っててもいいと思うんだけどね。こんなに高いのがあるんだったら。精霊の鎧、もうお金が。
高い高い。410から480、オッケー。チミドロの鎧もとセレヌ344。お、チミドロの鎧の方があるんだね。267から303、オッケー。もうちょっとね、ごめんなさいね。あ、これ聖剣扱いないな、色がついてるから。19000、おいらっしゃい、また来てくれよ。ラックスか、お前も無事だったんだな。ああ、仲間も増えたし旅は順調だ。カールのバカが足手まといになってるんじゃないのか。へへなあカール、お前相変わらず口が悪いな。言っとくが、俺のおかげでここまで来れたんだぜ。はいはい、分かってますよ。そういやミハイルを見なかったか。この大事な時にどこ行っちまったんだろうか。もう子供がいっぱいいる。私ケミンに変えたいわ。でも今ケミンは危ないぜ、ジョーちゃん。悪いことは言わねえから、ここでおとなしくしてな。お兄ちゃん顔が怖い。ガーン。やはやい、言われてやんの。このままじゃやばいよ。城じゃ今戦いの最中だってのに助けにも行きやしない。しかし反乱軍はカルロス一人きりだろう。やつはそんなに強いのか。それがわからないところなんだよ。あいつ一人でどうやってあれだけ派手にやってるのか。え、城から煙が上がるのがここからでもはっきりと見えたんだよ。お兄ちゃん知ってた？今ケミンに強い戦士がいっぱい集まってるんだよ。いいな強い戦士って。僕ももう少し大きかったら怪獣退治に出かけるんだ。お兄ちゃんたちは行かないの？今から行くんだよ。まあカール君。え、久しぶり姉さん。大変そうだな今のザックスは。そうなの、突然海が荒れ出してケミンの町が水浸しに。和骨をね。それにお城に続く道も水に浸かってしまって全くここ動けないの。マジさんです。そりゃひでえな。で兄貴のやつは？ケミンから出る怪獣討伐船に乗るんですって。私止めましたのに。本当に男の人ってどうして女の気持ちがわからないのかしら。え、怪獣討伐隊に行くんだったら俺たちの復讐にも付き合ってくれたらよかったんじゃないの。お兄ちゃん弟を やったけどラックス君の討伐隊は付き合ってくれないのかね。チェンジ。あれなんか、あら、なんか減ってる減ってる。これはやっぱ呪われてるんだ。チミドロの鎧は呪われてた。キャラチェンジしてなかったから分かんなかった。わらわら、なんてこった。これは呪われてる。あ、っていうか防具売っちゃったんじゃない。あ、売っちゃってるよ。買い直さないと大変だ。ちょっと待って、さっきセーブしたからセーブしたとこ帰ろう。やっちまったな。やっちまったな。これは最悪、わら。ケチャップではありませんでしたね。ありませんでしたね。本当に血がついてた。ん？まだ買ってない。お金が65000だからちょっとお金ここで買おう。精霊の鎧を。ありがとう。よし。チミドロの鎧もどうせ安いんだろうね。4って。なんか高く買い取ってくれるところがあるのかね。わらわら。
おいよ。ありがとう。よし。よし。よし、これで、じゃあ、ケミンの町行きましょう。母なるフェミオス海よ、どうか怒りを鎮めたまえ。おお、我ら船乗りの魂よ。我が青春のストロベリー号が再び海に出る時が来たようだ。これも怪獣のおかげか。そうか、君たちはザクスを離れていたんだな。この大洪水を知らないとはな。数日前海に怪獣が現れたのだ。そいつが暴れると洪水が起こり、町は水浸しになる。このままではザクス国は海の底に沈んでしまうだろう。だがその前に原因となる怪獣を倒す勇猛なる戦士たちを引き連れて私のストロベリー号でな。私もかつてはキャプテンクレイジーと異名を取ったものだが、久しぶりに暴れてみるかな。まだいけるだろう。君たちも私の船に乗るつもりなのか。出航までにはまだ時間があるぞ。ストロベリー、ストロベリーを、あれまだ、あ、これまだあのフラグ立ってない時だから、フラグ立てに行かないといけないのか。一旦あっちの町に。あまり船に乗りたくないようですね。あまりクレイジーだから。もう危ない。そうだ、さっきあの話してないとこになっちゃった。ここでフラグ立てとかないといけないもんね。愛って儚いものなのね。よし、じゃあ行ってこよう。これでこれでいけるのかな。出航の時が来た。さあ乗った乗った。よし、お前たちで締め切りだ。船旅の準備はできてるな。今度の航海は長くなりそうだぞ。よし、右側の船が私のストロベリー号だ。さあ早く先に行くかい。恋は儚いけど愛は無限大ですよ。恋は儚いけど愛は無限大。うまい。ゴーゴー。私ははるばるアインザームから来たオネストというものだ。ザクス城へ用があったのだが、運悪く洪水と勝ち合って足止めを食らってしまった。討伐船に乗り込んだのは一刻も早くダンゲル様に女王からの伝言をお伝えせんがためなのだ。私の使命にはアインザームに生きる全ての民の魂がかかっているのだ。どういうこと？なんか重大なことが。こら、勝手に触るんじゃない。私のことはキャプテンと呼んでくれ。以後この船では私の命令に従ってもらうからな。多分多くは初対面だろう。他の乗組員たちに挨拶しておくといい。ハイカさんにバレかりました。なんか頼まない入ってる。サンバ、男だらけのサンバ、サンバだらけさん。
男だらけのサンバ、サンバだらけさ。今から怪獣と戦いに行くって感じしませんね。そうですね。勇猛な感じしませんね。ゴー。ダマサンバ。行き止まり。テン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 。俺はランダムってんだ。まあよろしく頼ま、頼まな色男さんよ。もしかしてあんたも怪獣を退治するためだけでこんな船に乗り込んできたのかい。アマちゃんだな。俺は怪獣を倒そうなんてけほども思っちゃいないぜ。ここだけの話だけどよ、この船にはそこそこの金塊が積まれてるって話だぜ。どうだい、俺と組まねえか。俺が金を探すから、あんたは他の奴らを見張っといてくれ。金塊は山分けってことで、な、いいだろ。よし決定。おい、何も言ってねえぞ、おい。俺たちはいいコンビになれそうだな。コンビじゃないよ、4人もいるんだけど、こっち。なあ、なあ、なあ、なあ。男だらけさ。男だらけさ。そっちは4人で 50% な。そっちは4人で。いい仲間が見つかりましたね。いやいやいや、俺は怪獣大臣来たんだよ。ファンファンが置いてある。一つだけ借りていこう。あ、じゃあファインっすよ。ファンファンで釣り越えてる。持ってるからいらないな。ファンファン大佐、ファンファン大佐、ファンファン。あ、僕はフワって言います。よろしくお願いします。フワ、僕体が弱くて仲間からいじめられるんです。だから強くなろうと思って。プワーさん、だから怪獣大臣に参加したのかな。男だらけさん、結構深いねこの船。俺のあだ名はゼブラだ。どんなごつい怪獣だろうと俺が安咲きにしてやるぜ。よく覚えておくんだな。俺と一緒に戦ったことを自慢できる日が来るだろうぜ。そうかな。てん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 。釣りが置いてあるけど持っているからいらないな。ダダダダダダダ。不思議な力に押し返される。これで全部か。何人だっけ、4人ぐらいだ。船長とも行っていい。ダラダダラダダン。私の使命には。あれ、まだいるの他の乗員。これ勝手に触るんじゃない。あ、ここにいた。今日はキャプテン嫌に張り切ってるな。まあ5年ぶりの出航だからな。実は王様から船出は禁止されてたんだ。でも非常事態だから仕方なく。船出を禁止されてた理由はキャプテンにあるんだ。あのキャプテン実は、いや不明瞭なことは言わない方がいいな。気にしないでくれ。おい、なんだよ。あのキャプテン
少なくとも船の調子はいい。少々の嵐じゃまず沈まないさ。少々の嵐じゃね、少々じゃない嵐だと沈むってことだよね。沈むフラグしかないんだけど。ん、どうした、何があったのか。ミハイルという男が乗っているはずなんですが、そういえばそうだね、カールのお兄ちゃん乗ってなかったよ。ミハイル、いやそんな名前は記憶にないな。気の毒だが乗り遅れたのだろう。ところで私の部下を見なかったか。全くあれでも船乗りの端くれなのか。私の部下ってこの人しかいないの。違うの。アドベンチャーゲームなんだけど、なんかソーサリアみたいになってね。ソーサリアのクイーンマリー号を思い出しちゃう。帰るとここはないな。乗ってた乗ってた、ここにいた。お前も乗っていたのか。やはり考えることは同じだな。ザクスを守るのは俺たちさ。それから今回の戦いは水中戦になるぞ。俺が覚えた水砲魔法を伝授してやろう。あ、魔法使える。行くぞ、バブルプレッサー。お前の幸運を祈っているぞ。あ、ミハイル君使えるやつじゃん。これでバブルプレッサーを使えるようになった。バブルプレッサー、特に変わってないけど、まあ水の中でも使えるってことだよね、炎がね。コンビなれないよ。ミハイル君いたね。いやだ、僕はどうしてこんな船に乗ってしまったんだ。死にたくない。あなた、今から引き返してくださいよ。お願い、僕を助けて。そんなこと言われてもな。あれ、僕ね、船長でもないのに引き返すもの。そうだよ、俺船長じゃないし、ただの冒険者だし。あれ、おや、え、止まったよ。なんかローディング入ったな。叩いてみる。あ、なんだこの揺れは。沈没したんじゃないですか。水が、これじゃ、早く水砲魔法バブルプレッシャー。誰かが PC エンジン叩いたんじゃないですか。やっぱりいよいよ怪獣退治だ。そうそうそう、一人にしないでくださいよ。怖い、足が震えて動けませんよ。強い、ちょっと待って、チェンジマリー。強いね。
唯一行けなかったって言わないで減らない魔法で。ここはちょっと初登場のセサリ君。なんか BGM 合わんな。わらデン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 ノリノリだね。なんか不気味さがないね全然。なんかいい。私のストロベリー号が沈んでしまった。なんということだ。だ剣持ってるから怖い。いよいよ大将のお出ましか。女の子みたいにドキドキしてきやがったで。女の子みたいにドキドキしてきやがったぜ。よく船長生きてんね。あ、私のこの何バブルプレッシャーはみんな船全体にの人が息できるようになるのかな。船は沈んだようだな。これが海中の仕業だとしたら奴はすでに船内にいるな。次はちょっと持ち帰るか。どこにいるんだ。全員に教えて回ったんじゃないですか。全員に教えてもらったのかね。あの今水の中なんですか。今水の中沈んだらしいからもう。見て。まあ、女の子。これは一体どういうことだ。この船が一瞬にして沈没するなんて信じられない。あ、この泡があるから、泡魔法が、あの水泡魔法を教えてもらったんで息できるみたい。みんな教えてもらったんでしょう。だから僕たちだけじゃない、船員の皆さんにも。178個目されちゃい。一瞬にして沈没してしまった。怖い。あ、ここは魔法使えるんだ。あー、烈風山みたいだよね。あんまり使いようがないような魔法が。何じゃん。レベルが低いのが何回も嫌うんだよ。あ、そんなそうですね。イエーイ。お兄ちゃんの置いたの目やりと。誰もいない。あ、誰誰で。おい、どうした。死んでる。あれ、これだけ、金を取ろうとか言ってたやつだっけ。怪獣にやられたんだろうか。金を取ることなくやられちゃったね。いいコンビに、いいコンビになれたかもしれないのに残念。トラップなのかよ。イエーイ。よいしょ。
よいしょ。甲板に出られない。かなりの水圧だな。出られないな。わっしょい。あ、出た出た。うわ、あー、毒食らった。あ、まさか毒持ちだぞ。チェーンジラックス。毒を持ってる。もう毒ないのかと思って毒消しないぜ。わらわら、どこから来たんだっけ。こっちから来たんだっけ。ふわー、ダメだ、もう息をしていない。死んだ、フォアさんが。水圧って、中に水に来てたら関係なくね。関係なくないような気もするけど、なんか魔法かなんかじゃないですかね、これはね。危ねえ、くそ、浮かずにダメージを受けられないぞ、毒はあると思ったら。くそ、下に行けない。マリちゃんがいいか、これ。わっしょいてんてん。ちょっと、あいたいたいた、5匹目かた。あー、どこかた。くっそ、マリー、もう2人毒受けたわよ。マリちゃん眠気がいまいち良くな ないからな。なんということだ。あぶね、ドキドキした女の子。イエーイ、あー毒出た。うわー最悪。あともカール君だけじゃん、インテルの。あ、治った。ダメに受け続けたら治るんだね。よかったよかった、治ったわ。はい、うちよ。ファイン。ファイン、使いされるんだけど。それ取れるの持ってるから、あ、ファンファンと買えばいいのか。じゃあセサール、燃費良かったらもう無敵になっちゃうからね、バランス取らないとね。あれファンファンって、あれ持ってるからで、おいファン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 今使ったのに、ちょっと持っていこうよ。ファンファンじゃないのか。そう、あ、そう、ラックの毒もちょっと回復しよう。あ、中死んでる。お、君たちか、聞いてくれ。やめろ、それ以上喋らない方がいい。いや、俺はもうダメだ。せめて犯人の名を
犯人はセセゴフ。よし、イエス、イエス、みんな死んでった。まるまる、ごく、ちゃんと頑張れよ船長。ランダムとプア、それに船員も殺された。それも怪獣の仕業じゃないみたいだ。わかっている。みんな恐ろしさのあまり気が触れて同士打ちを始めおったのだ。まったく、どうしてこう臆病者ばかりが集まったのか。しかし怪獣がいることに間違いはない。この船が沈んでしまったことが何よりの証拠だ。さあ我々だけでも怪獣を倒しに行こう。イエーイ。あの人の下にあれじゃない。君はゼブラ、どうしたんだ。騙されるな。そいつは狂ってやがる。みんなを殺したぞ。そいつだ。あ、なんだ。ちぃ、まだ生きてやがったのか。犯人は船長。みんな船長である俺を残して逃げるつもりだったんだろう。昔は騙されたが、今度はそうはいかんぞ。俺を舐めやがって狂ってやがる。俺は船長だ。船長の命令は絶対なんだ。キネウェイ、やめろ。ケンカー、船と運命を一緒にするんだよ。ゴリ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 キャプテン。ちょっと待って、殴ってたのか。撃ってやがる。アレスの指輪を手に入れた。テッテレッテン。これでみんないなくなった。チェンジ、セサール。いて、うわ、毒受けだ。こいつも毒持ちかよ。これであの下の入れなかったとこ入れるのか。よいしょ。それがカールの戦い方なんです。やっぱダメだ。マリちゃんがいい。チェンジ、マリー。マリちゃんじゃないです。進めないでさっき。とりあえずマリちゃんのこと。イエーイ。ただこいつは魔法に耐性があるな。魚ちゃんはいいんだけど。ふぅ、チェンジラックス。ファイン、オッケー。これ逃げれるじゃん。オッケー、いけなかった。イエーイ。よいしょよいしょ。よいしょ。オネストさん、あなたも船長に。いや、怪獣にやられたのだ。ヤツの正体が分からなくて不覚を取ってしまった。船長じゃないの。やつの正体は水だったのだ。この船は沈んだわけではない。やつの細胞で埋まっているのだ。なんだって。やつの中枢部はこの扉の奥に。私はもうダメだ。頼む、アインザーブへ。
思議な力に吸い寄せられる。うわー、なんだブレイン、ブレイン、こいつが怪獣か。ブレイン、わらわら、あ、だだだ、ちょ、ちょ、ちょ、あ、だチェンジカール、チェンジアイテム、ワイン。みたいな攻撃は、うわ、あぶね、あぶね、あ、ダメ、ちょっと、うわ、もうファイターしかない。マリちゃんの方がいいかな、これ。マリちゃん。結構。僕の心はブレインハー。あら、あ、聞かない。あ、マリちゃんいいじゃない。お、あ、聞かない聞かない、いいじゃない、素晴らしい、安全に回復できる。マリちゃん強い、魔法に向こうに攻撃対象があるの、効かない効かない、キン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 てる、キン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 てる、キン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 てる、すごい強い強い、あれでも向こう当たんなくなった、つららが落ちるみたいな動きを、わら、えっ、あら、聞かなくなった今の、あ、今度剣、剣、剣がいる、だダメに入ってないじゃん、タカさんやんけそんなボスですね、ダメに入ってない、ダメに食らわないんだけど、ダメに入らない、ダメに入らないこれは困ったわ、ダメだわね、ちょっとセス、チェンジセサール、1ポイントゲージが、あれもうこの1ポイントが表示されなくなったんだけど、どういうことで、あー死んだ、向こうの人もいるゲージが表示されないじゃん、あーすごい、おーお、なんだ、あーちょっと待って、ちょっとマリちゃん、チェンジマリー、マリちゃん効かないけど、マリちゃん当たらないけど、攻撃もできない、ラックスがいない、あ、ラックスがもし死んでる、うわー、アイテムが、アイテムが、うわー、危なかったラックスがやったぞ、俺がやった、お、なんかいっぱい宝箱振ってきた、パチパチパチ、ありがとうございます、暦の鎧、キサラギを手に入れました、全 SS を手に入れました、ありがとうございます、中は空っぽでした、ファインを手に入れました、ファインだよ、ファイン、ファイン、ファイン、虹色の宝箱を手に入れました、やったぜ、危なかった、ギリだぜ、最後に残った主人公、めっちゃファイン、わら、暦の鎧でなんかいいのあった、装備できない、全員生き返ってからでしょ、みんなでも死んでしまった、そういえばあの危なかったの珍しいですね、珍しい、カールのお兄ちゃんどこ行ったの、カールのお兄ちゃんは、カールのお兄ちゃんがだけどっかいなかったけど、
戸棚にはガラクタばかりがない。おや、これは船長のパイプを手に入れました。いるか、こんなもん。わらわら、兄ちゃんの覚えたの。あ、出られた。嵐が収まったぞい。わしの祈りを海神様が聞き届けてくださったんじゃ。どこ行ったのミハイル君は。とりあえず元の村に戻ってみよう。みんな死んでるし。もうザクス城への道が出てきた。明日はザクスのカルロスを倒しに行ってと。そうかよ、やはり息子は狂いよったか。わしは分かっておったが。ばあちゃん、分かってなんなら初めから言わねえかい。おばあさん、私たち死にかけたのよ。ううん、実際人が4人も殺されたわ。すまぬ。じゃが船が沈みさえせなんだら息子は普通だったんじゃ。昔息子の乗った船が沈没した。その時他の乗組員たちは息子を置いて逃げ出したんじゃ。一命は取り留めおったが、息子の心には大きな傷跡が残ってしまったんじゃ。所詮今回はシゲの後悔だったんじゃよ。おお、そりゃ息子のパイプじゃないの。パイプじゃの。貸し、はよ、それ貸さんかい。ああ、あの子の形見じゃ。あの子が残したたった一つの思い出じゃ。取り乱してしまんかったの。あんな息子でもわしにとっては可愛い子供だったじゃ。今のなっては役に立つまい。これはあんたらにやろう。お、支援の斧を手に入れました。てってれってん。わしもケミンに帰るかの。やったぜ。でかした。いや、本当によくやってくれた。この勢いでお城を取り戻すのじゃ。きっとお主らならできる。支援の斧ですか。早くフランツさんにやれてよね。支援巻き込まれたのは本当たまったもんじゃないよ。やったな、カール。次はいよいよザクス城だな。へん、俺に任せ。あ、お兄ちゃん帰ってないじゃん。ケミンに帰れるの。本当に本当に。すごいお兄ちゃん。次はカルロスの宿をやっつけちゃってね。城への道が通れるようになったんだね。無事に帰ってらしたのね。あの、ミハイルは？船で会ったんだけど、はぐれちまって、多分海に落ちたんじゃ。あ、神様。しかしカールって、ザムさん。大丈夫、あいつはきっと帰ってくるさ。兄貴は魚みたいに泳ぎが達者だったからな。まず心配ないだろうぜ。私、待ちますわ。あの人が帰ってくるまで。顔悪いけどね、結構いいやつですよ、カールもね。よし、じゃあ止まって、終わりですかね。イエス。あ、その前に装備変えていこう、忘れないように。支援の斧があったね。グリーンアックスから410から450。やったぜ。暦の上で、あれ、キサラギさんは誰が持ってるの。カール。お、303から、おお、333。暦の鎧。で、他にも暦の鎧があるのかな。イエス。あ、精霊の鎧で。顔間違えて生まれたんじゃねえかってぐらい良いやつ。精霊の鎧で使いました。しまった、売るんじゃなかった。みんな装備できたんだ、精霊の鎧。しもうたー、しもうたー。売るんじゃなかった、もったいない、もったいないね。まあ、しょうがないね。今セーブしたっけ。セーブしてないもんね。セーブしてください。みんな精霊の鎧を買おうか。しかし、マリちゃん、あのボスになんで耐性があったのかね。必要ですね。あのボスに耐性がありましたね。攻撃も途中から通らなくなっちゃったけど。あ、武器はなかったんで。あ、もういい。
あ、支援の方よかった。2万4000浮いたぜ。ありがとう。37、オッケー。よし。よし、今日はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。ピーシュエンジン幻想大陸オーレリアは毎週土日やってます。また明日。明日は、ザクス城に反乱ね、カルロスを倒しに行くと。オツでした。はい、オツでした。オツでした。TV アタックでまたお会いいたしましょう。オツです。オツでした。船はもうコリコリ。ザクス城に行く。オツです。